グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。バルセロナは31日、マンチェスターシティを断することが決定していた、アルゼンチン大 FW セルヒオ・アグエロの加入が合意に達した、と発表した。今シーズンのバルセロナはダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試しみ、中。バルセロナとアグエロとの契約は2023年まで2年間。契約解除金は1億ユーロ、約134億円に設定さ、たと発表されている。2011年にアトレティコ・マドリードからシティへ移籍して、以来、アグエロとっては10年ぶりのスペイン復帰となる。あと、ティコでも5年間で通算100ゴール以上を挙げてたアグエロは、イングランドでもリーグを代する点取り屋の一人として活躍。5度のリーグ、勝ちを含めた計15のタイトル獲得に貢献し、プレアリーグ得点王にも輝いた。アグエロは現地、31日夕方に、本拠地、カンプノーでの入団初を行う。契約への正式なサインに続いて写真、影、記者会見などが予定されている。バルセロは、アグエロの加入が、FW リオネルメッシの引き止めにもつながることを期待しているとみられる。アルゼンチン代表のチームメイトであり、グエロと親しい友人であるメッシは、6月末で両する契約の延長が、まだ決定していない。両。